時を回りました。学生応援プログラム午後6時の学校ヤシの実高校スクールオブ PM6、 あなたの心をガッチリキャッチ、ケンジブッチです。今日も高校生元気に自己紹介どうぞ。はい、加藤慎太郎です。よろしくお願いします。さあ、ということで今日は慎太郎と2人でお送りしていきます。ヤシの実高校スクールオブ PM6。 この番組はサーラカード株式会社ウホラボ平松食品の提供でお送りします。改めましてよろしくお願いします。お願いします。慎太郎ちょっと元気なさそうな、寝不足かい？眠たいです寝不足かやっぱ、はい、もちろんあれってことは寝不足ってことはテスト勉強？いや違います。違う、じゃああれですか、もう一個だよね。じゃあ、はい、あの日本 VS クロアチアを見ててってことですね、はい。いやもう毎日毎日寝不足の人多いと思うよね実際そうですね。今もキックオフが夜中の12時だからね日本は、はい、で遅いやつだと 朝の4時、うん、まあ眠くはなるよね。テストの方は無事にできたん？今日で終わり？今日で終わりです。あの日本とあのクロアチアの試合を見ながらも勉強した結果今日どうだった？いやしてない。勉強してない。そもそもしてないです。今日テストどうだ、手応え？まあ、うん、普通。まあいい感じに、まあ勝手も取らず、ああだから無難なところ行けとればいいよね、はい、まあ、あとは卒業を待つのみだもんね、はい、うん、まあいい無難に行ければいいかなと思って。そんなこと言っとれねえよっていう高校1年生高校2年生もったと思うけどね。いると思いますね。ね、まあ、3年生はまだお気楽なもんでいいよね、はい、1年にねサッカー見てしテストもあるしふざけんじゃねえみたいなね、うん、言ってる方も多いかなと思うけど、まあそれが高校生の宿命なんでね。ね、こういう世界大会がやってる時に基本的にはテストがあるっていうのが基本ですから。基本です。なんだろうね本当に。まあ僕も2000何年ですか、あれは南アフリカ大会2000年数的にいくと4年おきでしょ。2008年、はい、8年2008年あが南アフリカ。2008か2008だなの時、確か中間テストが確か被ってた気がするんだよ。あ、うん、9月、9月ぐらい、9月、10月ぐらいかな。勉強できました？いや、したね。したんですか、うん、まあ本当、まあ一合図系だけどね。あ、うん、でも本当にやっぱ、日本代表に限らずね、いろんな国の代表の人が戦ってると思うと、なんか一緒にこの報酬をもらえるっていう感じで、やっぱ個人的にはね、あの世界大会常にやっててほしいぐらいだね、テストの時は。常にやっててもつまんなくなっちゃった。確かに4年に一度だから楽しいんやってね、はい、うん、まあ日本はね、惜しくも負けちゃったけどね。はい、そうですね。あと、一睡もせずにちゃんと見た？うとうとしんかった？いや、もうしてないです。おいいね、いけそうだったね。はい、惜しかった。 PK でね、 PK 弱いですね、うん、まあ PK むずいからね。そうですね、もうあの神経をもう使いまくるから、あれ絶対。で慎太郎だったらあの空気感蹴れる？蹴れます。蹴れる入れれる。はい、緊張には慣れてます。うえーケンジブリッジはね、ああいう場面にはとことん弱いと思うんだよね。ちょっとあれダメだ、ケンジブリッジは別に耐えることはできる、もちろんあの空気感には、うん、絶対的に決めれないタイプがケンジブリッジなんだよねうん、いやけど本当にまあフィールドに立ってるプレイヤーの皆さん、そして応援してる皆さん、まあ、選手の皆さん、本当に拍手を送りたいなと。そうですね、まあ、クロアチアね、このまま僕たちの日本の魂を背負ってね、次ブラジルだからね。ブラジルめっちゃ強かったからね。そうですね、本当に圧倒的に強かったなと思ってケンジブチはブラジル好きなんでね、もうなかなか難しい話になってくるけどクロアチア頑張ってほしいなっていう思いますね。ぜひともワールドカップ、今日は夜中12時からモロッコとスペインが対決しますんでね、まだまだ寝不足の時期が続きますが、皆さん、寝不足気をつけて、サッカーも楽しんでいけたらなと思います。はい、すごい。今日のメッセージテーマはね、ヤシの実高校、このスクロピウム6、今年もあと今日入れて4回ということでね、あ、もう今年も終わりますよということで、今年中にやっておきたいことを今日はメッセージテーマに進行していきたいなと思いますんで、慎太郎もやっておきたいことをしっかりと考えて発表よろしくお願いします、
ラジオ聞いてる方もぜひともメッセージ送ってください。 FM プラプラのアプリから、またツイッターではハッシュタグ PM6、 そしてヤシナミ高校公式インスタグラムの方でもコメント DM でも大丈夫です。いろんな方法で参加いただけたらなと思います。さあ、ワールドカップカタール大会、大会テーマソング今日もかけていきましょう。 BTS のメンバージョングク、そんな方が歌っておりますこの曲、ドリーマーズ。Look who we are, we are the dreamers, we make it happen, cause we believe it. Look who we are the dreamers, we make it happen, cause we can see it. Yes, to the world.ワールドカップカタール大会、大会テーマソング、ジョングク、ドリーマーズ。今日のメッセージテーマ、今年中にやっておきたいこと、今年中にやっておきたいこと、メッセージ送ってください。ちなみにオープニングトークで南アフリカ大会の話したけど、2010年だったわ。2010年、そう、2008じゃない感半端なかったもん。2010年だね。でしかも6月って、6月、ああ、まあ中間テストね、時期的には懐かしいなっつってうん、哲也教えてくれてありがとう。ちなみにこの直近20年のワールドカップは、まあ、今年が2022年カタール大会で、1個前2018年がロシア。ロシアのワールドカップあんま印象ないよね。はいですね、うん、あんま印象がない。2014年ブラジル、これめちゃくちゃ印象がある、個人的にも。で2010年南アフリカ、2006年はドイツ、2002年が日韓。金太郎って何年生まれや。2004じゃ日韓知らねえんだって話だよね。ドイツもう分かんねえよって話だよね、はい、じゃあ初めてのワールドカップは南アフリカ。南アフリカだと思います。で本田圭佑が出てきた時、まあ多分そう。じゃあ本田圭佑世代や。そうです、そういうことや。ケンジブッチは中田秀世代っていうことだよね。あ、はい、ぜひとも皆さんあのワールドカップの思い出も送ってください。出席確認も後ほどしていきます。お送りした曲はジョングク、ドリーマーズでした。1時間目、はい、1時間目です。よろしくお願いします。お願いします。ヤシナミ高校スクロール PM6、 今日のお相手はケンジブリッチと高橋慎太郎です。今日のメッセージテーマは今年中にやっておきたいこと、メッセージは FM プラプラのアプリ、ツイッターハッシュタグ PM6、 ヤシナミ高校公式インスタグラムのコメントから DM から、いろんな方法で参加お願いします。さあ、ちょっと今日は遅くなりましたが出席確認取っていきます。ハッシュタグ PM6 でつぶやいてくれた方は紹介させていきます。オノチン、ノマン、テツヤ、エントラ、オウマ、オリオン、パンちゃん、そんな感じですかね。いや、みんな寝不足でもう今寝てるのかな、それから12時からのワールドカップに備えてもう寝てるのかなっていう、そんな感じの集まり。まあ、高校生もテスト終わって今は多分カラオケ行ってるんだろうね。そうですねテスト終わった後ってみんな何やってんだろう。遊んでます。遊ぶよね、はい。慎太郎は今日はテスト終わったけど遊んでないの。遊びました。何して遊んだん。ご飯食べて、うん、何食べたご飯。カルボナーラ。あー、おしゃれ。デート、はい、デートデートしよう。あ、そうですいいねいいねいいね。どこに行くのカルボナーラ。そこのチャオ、
チャオ。ああ、チャオでカルボナーラ食うんや。はい、え、食ったことないけど、チャオのカルボナーラって美味しいの？まあ、普通です。普通にぐらい。はい、あ、チャオでカルボナーラっていう発想なかったな。チャオはチャオしか 食わないっていうか。あ、はいはいはい。ね、うん、チャオはさ、スパゲッティを食べに行くってチャオを食べに行くだもんね。そうですね。カルボナーラ確かに存在忘れてたわ。思わぬ伏兵ですね。を食べて、まあ、ラジオに来たみたいな。さまよってここにたどり着いたという、はい、終わりにデートとかどんだけ青春してんの。まあ残り少ない高校生活だもんね。そうですね。もう本当に学校に行く回数で言ったらあと2ヶ月ぐらいだよね。全然ないです。2ヶ月もないぐらいだよね、言っちゃえば、はい、リアルに日数数えちゃうと、はい、じゃあもうあれだよね、あの今言っちゃえばさ、世間は年末までのカウントダウン、残り25日だよってなってるけど、はい、学校ではもう学校卒業まであと何日みたいなのも書き始めてる？いや、まだないです。それまだないか、さすがにじゃあ1月になってからか。そうですね。いや、そう思うとなんかしみじみしちゃうね。そうですね、うん、早かった、早かったよね。高校3年間、はい、まあ1年からずっとコロナか。コロナですね。まあ慎太郎はだラジオで思い出がつれてくれてるからまだいいんじゃない。そうです ね、まあ、コロナの割には思い出が多いです、ねね、いいよね。はい、まあその振り返りはね、卒業の間際にしていけたらなと思いますが、はい、今日は今年中にやっておきたいことということでいきたいと思いますが、はい、金太郎は今年中にやっておきたいことは？そうですね、この前行ったら、うん、東京でスカウトされまして、おで東京遊び行ってスカウトされた、スカウトされて、で俳優とモデルやらないって言われて、おその活動はまあ始めたいなと。あ、いいいいね、いいね、はい、スカウトって本当にあるんやね。ありました、びっくりしました。どうやって声かけられるの？あ、お兄さんちょっといいですか。ちょっと怪しいね。ずんって入ってきます。怪しいかけ方だね。ちゃんと名刺渡して、うん、身分を明かしてくれたら、うん、まあちょっと疑わなくてもいいかもしれない。で、調べてみ て、お話をしっかり聞いてみてっていう。あ、すごいじゃん、はい、え、モデル俳優目指し始めちゃうってこと？まあ、まあやるだけやってみようかなと。まあ、けど昔なんかそっち系やりたいって言ってたもん ね、なんか 歌う人になりたいって言ってたもんね。まあ、言っちゃえば夢に近づいたってこと。まあ、芸能界いいことやん。はい。じゃない、東京行くってことだ。通いなのか？通いですね、まあ、お金はかかりますけど、大学通いながら、まあ、夜行バスかなんかで。いいじゃん、はい、いいじゃん、ラジオの経験生かしながらねって、はい、あ、あるどこで声かけたのそれって。よく言う竹下通り。竹下通りでしたね、僕。あ、やっぱりそうなんだね、はい、そうなんだ、はい、やっぱり声かけられたこと、スカウト、そうだね、あのプロレスの団体ぐらいしかないから。プロレス全然大きい団体じゃないけど、プロレスの団体っていろんな地域にあって、なんか背がちょっと僕も大きいので、あ、お前はじゃあ覆面レスラーにならないかみたいな誘われますよね。そんなことない、うん、考えてきますその団体の T シャツはもらったけど、うん、とりあえずこれをあげる、今考え中です。なるほど。リングネームあるけどね、もうすでに。あ、もうデビューしても満々で、ね、あとは機会になる。なるほど。まあ慎太郎のじゃあモデル俳優デビュー、そして健二道の、プロレスデビュー、はい、皆さんお待ちしててください。まあ一曲聴いていきましょう。バウンディ置き手紙。今日は天気がいいみたいだ、雲一つない夜だ、星を君は何も知らない顔で笑ってくれたよね。だから僕らの日々が壊れ崩れていこうとも言っちゃいな。命だい豊橋のドラゴンズからメッセージ始めてありがとう。ケンジさん、慎太郎さん、こんにちは。こんにちは。初登校の高校1年生です。これから聞ける日にはしっかり来ます。ありがとう。高校1年生、参加よろしく。出演よろしくだぜ。よろ
ろしくお願いします。慎太郎ぜひこのラジオ出てるけど、はい、この出た方がいいよみたいな、この豊橋のドラゴンズに向けてちょっとおすすめしてあげてよ。ああそうですね、うん、何こう出てみて何がいいことある？そうですね、まあ、うん、経験値にはなると思いますね、うん、おしゃべりの、ね、経験値になるよね確かに、はい、大したドラゴンズ高校1年ということなんで連絡ください。インスタグラムやってたらインスタグラムで、ヤシの実高校と検索して DM ください。ツイッターだったらケンジブリッジで調べてくれれば、ケンジブリッジのツイッターに連絡くれれば大丈夫かなと思いますんで、大したドラゴンズ、聞くのも嬉しいが、ぜひともね参加してみてほしいなと思います。ちなみにケンジブリッジは千葉ロッテマリーンズファンなので、まあ、リーグは違うんで良かったかなっていう、同じリーグで違うファンだったらバチバチになっちゃうことだったんで、まあ、大してドラゴンズとは野球トークができそうなんでね、今度スタジオに来て野球トークしましょう。お送りした曲はバウンディー沖手紙でした。2時間目はい、2時間目です。お願いします。お願いします。今日はね、もう今年中にやっておきたいことも、もう今年も終わりだよというそんな放送になっておりますが、そうだね、まあいろいろと振り返りもあるよね。今年最近で言うとさ、流行語が発表されて、なんかいまいちピンとこねえなみたいな。ブラボーブラボーブラボーだよねやっぱり、はい、ブラボー入れてほしいよね。うん、まあ入れてほしいな。けど実際に発表されたのはなんかよくわかんない、あんまピンとこないものばかりだったかなと思うけど、まああれ以外にもね、いろんな流行語の発表があって、あの中高生の流行語10選っていうのが上がってて、はい、これをね、ちょっと今日紹介していきたいなと思います、はい、これ本当に流行ってたんかなっていう、まあ、流行語とか、まあ、流行したものかな、はい、一つ目が分かるかな、天才校。何それ天才の天に最高、はい、天才と最高を掛け合わせた言葉で、めちゃくちゃいいねって言いたい時に使う言葉らしい。聞いたことないです。聞いたことないか、使ってないか。じゃあこれ嘘、はい、嘘です、ね、うん、天才高。けどこれなにわ男子のメンバーが使い始めた言葉らしいね、天才高。じゃあ次流行った言葉、チグハグ。あ、チグハグはよく、これは TikTok だよね多分、はい、ね、の音楽、この曲に乗せて踊る動画などが流行したよ。これは確かに流行りやな。そうですね、うん、修学旅行の時友達とチグハグを踊ったとか、そういう高校生が多いよ。慎太郎も踊っちゃう感じ？踊ってないです。踊りやしい見てはおる。見てはいますね。見てはおる、はい、さあ続きまして、こちらの流行、動脈ピースって知ってた？動脈ピース、これです。それギャルピーやね。違った。あのピースを V 字のピースを逆にして腕を伸ばすみたいなのは、そのギャルピー、昔流行ったギャルの再来なんだけど、動脈ピースはそれこそその V 字のそのピースを、動脈が通ってるのは多分右側なんで、首の右側の血管に当てるピースが流行ってるらしいっていう。流行ってる。これまたジャニーズね、スノーマンのメンバーが考案したピース。長いな首の横側に当てるピース、左側に当てるときは静脈ピースらしいっていうだって動脈ピースだから、これから写真撮るときは、まあ、首にピース当てて動脈ピースか静脈ピースかなっていう。なるほど、うん、でもう一個流行ったのがギャルピー。ギャルピース、ね、うん、これ慎太郎が言うぐらいやっぱ流行ってるってことだな多分、はい、うん、ギャルピーです。ポーズを撮るときにギャルピーと言いながらギャルピースをするっていう。ギャルピーとは言わないですけど嘘情報が多いよなネットって、やっぱりそうです、ね、盛るんよね。盛りますね、うん、こういうもんなんよね、うん、でもう一個こちら、おいしいヤミー、感謝感謝、またいっぱい食べたいな、デリシャ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 、ハッピースマイル、ね、これはねやっぱ理解してるね、まあ、炎上してますね。これ炎上？まあいろいろと炎上してたんよこれ、はい、これなんかおいしいの代わりに、おいしいご飯を食べてる時に言うらしいけど、言うのこれ、おいしいヤミー、感謝感謝、またいっぱい食べたいな、デリシャ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 、ハッピースマイルって、おかしな人は言うんじゃないですかね、うん、まあ、言う人はおるってことだよね、うん、うん、で、ですね、こちら、ありがとう、おりごとうって、あ、今年の流行語らしいよ。今年なの、うん、まあジョイマンね、お笑い芸人ジョイマン、あ、なんか
今年プチ再ブレイクみたいな、はいはい、ありがとうおりごとうっていうのも流行った、うん、まあ、これがまあ、あの中高生に流行った言葉とかポーズというふうに発表されておりましたけど、まあまあ信憑度は 60% ぐらいだったかな、ね、うん、っていうことかな。まあこれ東京の調べかもしれないけど、はい、あともう一個、推しと結婚というこのキーワードがとてもね話題になったらしいね。推し婚、徹也ね、はい、東海オンエアの徹也と元 AKB の峯岸、はい、他で言うと誰が推し婚したんだ、誰だ、なんかそういう流れが多かったらしいね、やっぱり、ね、うん、推しと結婚するなんていいなっていう会話で盛り上がったっていうことで、推しと結婚ね、考えたことある？ない。ない、推しはいる、推し一応います、いる、はい、アイドル、韓国の、韓国のエスパっていうグループのウィンターって子が推しです。推し、はい、で結婚は、いやー、ほど遠いですねほど遠い、まあなかなか結婚考えんよな、はい、推し婚、けど推し婚っていうね現状があるらしいので、まあこれから先推し婚が流行る可能性もあるんでね、はい、今推しがいる方そのままね推しのことを推し続けてほしいなと思います。さあということで、今日はね流行を早紹介しておりますが、もちろんこの年末最後に流行していますこの特列、10フィート第0巻 THE FIRST SLAM DUNK のエンディング曲、群れをはぐれて夢を加えた、それが最後になる気がしたんだ、お送りします。12月3日映画公開スタート THE FIRST SLAM DUNK 10 feet 第0巻お送りします。今週の音楽ランキング第1位にもなっているこの曲、スラムダンク12月3日4日でこの2日間で、興行収入 12.9 億円突破という、めちゃくちゃ稼いでるよっていう、うん、インタロウはスラムダンクとかどう見る？見ないです。いやこれね、そういう人もやっぱ多いと思うよ、まだ世代的に高校生、中というとコロコのバスケとか、うん、すごいね、これ面白いから見てほしい、スラムダンクを知らない人でもめちゃくちゃ面白いはず、そうそう、うん、ぜひ見てほしいなと思います。本当に余裕があったらでいいんでね、映画館で、映画館で見るのも確かにねいいと思うけど、あれ久しぶりにさ満員の映画館で映画をこれ見てさ、あエンジブリッジが見る映画って基本的になんか人気のね映画が多くて、人気のないやつ、あ本当に、公開初日なのに貸し切りみたいなのが多くてこんな話題のやつを見るの久しぶりで、なんか隣に人がおるのがどうも気になって集中して見れんかったっていう後悔はあるんです、うん、まあ、こちら THE FIRST SLAM DUNK スラムダンクの映画で公開しております。公式ではねあらすじまだ公開されてないので、あ本当に見に行った人も特権ということでね楽しんでほしいなと思います。まだまだ今日の番組30分生放送続きますんで、今年中にやっておきたいこと、スラムダンク見たいよみたいなそんなメッセージ送ってください。お送りした曲は10フィート第0巻、この後は愛知大学、こちら愛大と文学部の時間です。4時間目、はい4時間目です、お願いします。改めましてこんばんは、ケンジブチと加藤慎太郎です。はい、メッセージ紹介します。ラジオネームホテルの光さんから、はじめましてかな、ありがとう、センキューブラボー、今年やり残したことはホテルで女子4人でパーティーすることです。あーいいですねホテル女子会ってね、あいいね、うん、いいね、東横インの最上階で豊橋を見渡しながらやりたかったです。今からでも間に合いますかねって、やればいいと思うよ、間に合うよ全然、
あと25日大晦日に集まる楽しいね。けど年末料金って高いと思うよ。まあそうですね、高い。年末年始ってどこも高くなるからね。うん、多分1万円ぐらいいくじゃない。もっとするか。大学院ってそもそものベーシックの値段知らないけど。知らないです、ね、僕もう年始に旅行すると言ったらケンジブリッジっていうぐらい年始に旅行してんだけど、ね、高いよ本当に。普通の時に行けよって思うぐらい高い。2倍ぐらい。うん、2倍。また3倍とかするパターンもあるんじゃない。3回行けちゃう。ほんとだよ、3回行けちゃうから、けどまあ、けど年始とか年末にそういうことをするっていう特別感もあるけど ね、楽しいけどね。ホテルの光はじゃあ、あのホテルで女子4人でパーティー全然間に合うから、うん、そのパーティーで楽しんだその写真をヤシの実高校公式インスタグラムに DM してくるか、まあ、ケンジブチのツイッターに DM してくるか、この番組に DM するか、やっとしな。いいですね。ね、有言実行でパーティーしたその、ね、写真、また動画でもいいよ、 TikTok でもいいよ、何でもいいからその風景送ってほしいなと思います。ホテルの光楽しんでねっていう。なんか何、今日メッセージがなんか急にめちゃくちゃ届くな。大人気。本当にこれ嘘、これどっち、嘘かな。ラジオネーム星野真央です。本物か。私は中央高校出身、プロ野球中日ドラゴンズになった星野真央くん。本物はこれ。どうもこんにちは、プロ野球選手で中日ドラゴンズに在籍する星野真央です。今年プロになったよね。はい、そうですね。本物、今年やり直したことはインスタグラムのフォロワー1万人を超えることです。僕のアカウント宣伝してください。あ、本物。え、慎太郎これ、ね、先輩仲いい。いや全然知らないです。どういうことこれ、偽物本物どっちかもリアルに分かんない。本物感ちょっと真央星野、アカウント一緒や。 ID は MAO_HO121 星野真央、頑張ってください。1万人超えること、僕のアカウント宣伝、宣伝するよ、フォローするわ今。すごい、ね、けどさ、この星野真央くんさ、投稿が一個もないもんね。投稿しな、うん、本人だとしたらさ、そうですね。そんなことある？ちょっとリアルに驚きかけないんだけど。DM してもらいましょう。ね、じゃあ星野真央くん本物だったら DM くださいね。よろしくお願いしますね。嬉しいです。プロ野球選手からね、この番組聞いてくれるなんて。うん、この番組は過去にも谷川原くん出てますからね。中央高校ソフトバンクに行った谷川原くん。けど、オリックスに行った、名前出ても忘れちゃった、中央高校のオリックスに行った子、はい、ちょっと出ること叶わなかったけど、うん、出てほしいなと思いますが、なんか本人かどうかわからないが、星野真央くんメッセージありがとう。プロ野球選手が聞いてくれてると思うと、ケンジブッチもとてもやる気がみなぎってきます。星野真央くん応援します。背番号56ですからね。はい、はい、応援していきましょう、中日ドラゴンズ。さあ、一曲聴いてみましょう。エンマ、踊らないと。なんだか物足りないの、レイディ。刺激がほど足りないの、メイビー。頭空っぽにしてよ、ベイビー。たまには羽を外そうや。常に強固バイで、つまんないエモーション。もう喉はガラガラさ、君も同じだろう。ダン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 スホールで、クラ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 踊らないか。夢心地オールナイト、肌心地オールライト。ダン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 息を楽なんて気づけば、クラクラ乱れちゃって、夢心地オールナイト。今夜は踊き合おうよ。どこまで行くんだい、ベイビー。ここまで来る。さあ、お送りしてます、エンマ踊らないと。まあ、先ほどメッセージでね、あの星野真央くん、中日ドラゴンズのルーキーからメッセージが届いてびっくりしておりますが、本人なのかどうか未だに分かんない。なんか今日この吉住高校メッセージで荒らされてますね。新しい方多いですね。帰宅部主将くんから来ました。これアドレス見る限り全然違うね、また違う子なんで、カリスマ好きなのかどうか分かんないけど、帰宅部主将くん、今年やり直したことは部活の大会に出ることです。現在私は帰宅部に所属。
過去に出てくれたこの高校生の気がするな。帰宅部の出張行ってた子がおるな。帰宅部には自転車競技や電車競技があり、私は自転車競技面白い ね。確かに自転車派と電車派あるもんね。慎太郎は帰宅部だとしたら自転車競技、電車競技どっちの人？電車の人、はい、私自転車競技です。え、どうやったらより早く帰宅することができますか？大会に出たいので教えてください。まあ、自転車競技で帰宅部、自転車競技で大会に出るにはもうより早く自転車を漕ぐしかないよ ね。まさに自転車部のようにゲンジブリッジはね、それこそ爆速で書いてるのが警察に止められてさ、なんでそんなに急いでるの言われて、別にいいでしょみたいな話でまああのスピード出しすぎると危ないからっていう注意は受けたから、うん、まあその早すぎるのも良くないっていうのが帰宅部のルールなんだよね、はい、これ実は、そう、程よく安全な感じのスピードで早く帰る、はい、それが帰宅部のモットーなんで、帰宅部所長、あのこんな暇があるならラジオにまた出てほしいなと思うんでメッセージ送ってください、皆さんもぜひともメッセージまだまだ送ってきております。お送りした曲はエンマの新曲踊らないとでした。将来で見たらいいと、5時間目。はい、5時間目です。よろしくお願いします。吉見高校スクローピーム6。まあ今年中にやっておきたいことと、今日はメッセージテーマで進行しまして、なんかやっぱみんなやっておきたいことがたくさんあるみたい で、はい、うん、そうですね、ではメッセージテーマがいいのかどうか分かりませんが、メッセージめちゃくちゃ送ってくれてありがとう。もうこの番組が残り7分ということで宣言します。まあいつもね全部読めてないんだが、今日はさらに読めません、はい、あの目を通すこともできないぐらい届いてますんでね、はい、まあけどこれ番組終わってからしっかり見ていきたいなと思いますが、引き続きメッセージ送っていただけたらなと思います。さあ5時間目はね、こんなコーナーいきましょう。悩める学生。さあ悩める学生です。お悩みをただ聞くだけのコーナー。答えは出ませんが、悩みを人に話すとスッキリすることもあります。そんな悩みを話してねというコーナー。さあラジオネーム高校3年受験頑張る男からメッセージフォームに届きました。ありがとう。慎太郎はもう受験終わった男、た高校3年受験終わった男慎、はい、太郎がお悩み答えていただきます、はい好きな人と両思いだということが分かったんだけど、はい、進路が違うから結局別れてしまうことが怖くて正式に付き合えてないです。どうすればいいのか教えてっていう幸せなお悩みでもあるね。このもうすぐ高校卒業して進路決まる中、好きな人と両思いということが判明しましたと、けど進路が違うから別れてしまう可能性のが高くて正式に付き合えていないです。どうするんですか、うん、どうする慎太郎だったら、まあ、やらない効果よりやる効果ですね。だよな、はい、付き合っちゃいなよという、はい、もうむしろ両思いって分かってるならもう付き合ってるとほぼ一緒やろうっつってね、うん、やってから考えればいいね。進路が違ってもね、うん、別れるとは限らないからね、はい、あの進路が違うからこそ続くっていうパターンあるからね。同じところだからこそ別れちゃうパターンもあるし、距離感大事ですね。え、両思いって分かってるならまず好きっていいな、うん、そして付き合ってっていいな、いいな、そしてチューしよっていいな、もうそこまでいくか、早いね、早いか、ラブラブならいいんだ、まあラブラブならいいよ両思いだから、うん、とりあえずまあ本当に今こちらとしては悩むこともなく、とりあえずさ早く言っちゃいなよっていう答えを投げかけたいですが、今日もね、あの先輩にあのお話聞いておりますが、今日はね、いつもの先輩じゃなくてショボギャローズさんからあのアドバイスいただいてますんで、ショボギャローズさんアドバイスお願いします。俺様はショボギャローズ様だ。誰だこの私に恋のお悩み相談をしてきているのは。進路先が違うから結局別れるのは怖くて付き合えないだと。なんだそのムヒゲラみたいなお悩みは。早く告白してそんなの付き合ってしまえ。誰がそんな先のことを考えてずっとするやつがいる。人は必ず死ぬぞ。なのに生きるのをどうするか考える奴はいるか。すぐ告白して付き合うんだな。魔女様もそうおっしゃられています。はい、ショボ様ありがとうございます。人は必ず死ぬ。
だから生きることは何でか考えて生きるやつはいるかっていうあのお達しがありましたね、うん、別れが分かってるとしてもそんなこと悩んで付き合うのやめるだったら付き合わなくていいって、うん、むしろ今はとりあえず早く付き合えって言われておりますけど、まあ、こんな厳しいあの回答いただきました。早く付き合えるといいなと思います。まあ、せっかくなんでね記念日しっかりつけれるといいと思うんで12月24日クリスマスデートで告白もいいんじゃないですかね。ロマンチックな感じで、うん、告白してみてください。お送りしましょう曲こちらサブウェイデイドリームザワゴン。お送りしてますサブウェイデイドリームザワゴンお送りします。今日のお悩みは両思いけど進路が違うから別れるのが怖くて付き合えませんというそんな受験頑張る男から届きましたが早く付き合ってねと、うん、もう告白言うだけです。ただ分かっとっても告白ってなかなか言えないよね。難しいですよね。もうあっちも好きっていうのが 100% 分かってても告白というその言葉ってやっぱ緊張するよね。好きこの2つの文字うん、言うだけでいいのになって、それがなかなか言えないっていうのが恋愛青春ってやつだね。ケンジブチはもし言えないときは英語にしちゃうとかポルトガル語にしちゃうとか違う言語で言ってみるっていうのも照れ隠しでいいんじゃないかな。月が綺麗ですね。ね、あそれもいいよね。文学的で月が綺麗ですねっつって。ケンジブチおすすめやっぱポルトガル語とかかな。いやもうエケーロ。これでいいかなって。吐息多めで言うね。イヤモテケーロじゃなくてイヤモケーロ、こういう感じで言ってほしいな。愛してます、あなたが欲しい、このポルトガル語でね告白してみてほしいなと思います。受験頑張る男頑張ってください。サブウェイデイドリームザワゴンお送りしました。さあということで番組もエンディングになっております。ラジオネームアンキカフェさんからメッセージ初めてありがとう。神の神殿の方でカフェを運営しておりますアンキカフェです。どうも宣伝ありがとう、スポンサーよろしく。今年やり残したこととしてはあんかけスパゲティジュースを販売することですっていう。何それ、謎なジュース発売しようとしてるね。スパゲティジュースってこと分かんないな。スパゲッティのスムージースパゲッティを美味しいのかこれ美味しいのかな、スープ的な感覚ってこと分かんないね。現在品種改良中でクリスマスになんとか間に合わせたいですっていう。クリスマスに頑張って、クリスマスに間に合わなかったらみんなの前で謝罪したいです。ああ、クリスマスまでできたらぜひ来てみてください。行きます。進捗情報、ま、来週再来週とね送ってほしいなと思います。完成したらこの番組でも宣伝しますので、アンキカフェさんぜひともあんかけスパゲティジュース作ってみてほしいなと思います。インターどうですか今日も出てみて。あー楽しかったですね。もう今年中にやり残したことはないですか。いやありますさっき言ったことですね。あじゃあモデルそして俳優として活動スタートするというね、はい、ことをしっかりやりきって、はい、来年迎えていきたいなってことでね、はい、頑張っていきましょう慎太郎。はい、ケンジブリッジはなんかね野菜を食べる指数が少なかったんで今年中に野菜しっかり食べていきたいなと思います。みんなトマトピーマン玉ねぎ食べていきましょう。はい、ということで八島高校スクロー PM6 今日この番組はターラカード株式会社ウホラボ平松出品の提供でお送りしました。ここまでのお相手は野菜摂取が足りないケンジブリッジと、モデルと俳優をやる加藤慎太郎ですでした。また来週お会いしましょう。バイバーイ慎太郎もまたよろしく。はい、